地図東林雲に行くとは、東京都品川区八代3丁目にの32と大田区、東海4丁目にまたがる東京臨海、高速鉄道臨海線の車両基地である。八代車両基地と呼称されることもある。2001年の臨海線第2期開業に合わせて開設された。それまで月検査は、東日本旅客鉄道の京葉電車区に委託していたが、全般検査。 重要部検査を除いて、当車両基地で対応が可能となった。列車検査、機能保全、指定保全などの検査及び校内入れ替えなど、業務は、協力会社の JR 東日本テクノロジーに委託している。地理的には、東京貨物ターミナル駅の東側に位置し、東西方向の幅は狭く、南北方向には1100メートルと細長い敷地で設けられている。入りデク線には、 車両洗浄装置を設置、さらにパンタグラフスリータ自動計測装置、車輪形状計測装置を設置している。入りで区線を直進すると、留置2から4番線となる。研修庫は、留置2から4番線の反対側にあり、折り返して洗浄線、列車検査線、月検査線に入ることができる。ガツ検査線には、ピット式移動修人機、列車検査線には、 車輪転側板を備えているほか、奥には車両昇降装置を備えている。車両昇降装置は臨時検査時に使用するもので、台車や床下機器の取り外しを行うための設備である。特徴として、電動車ユニットの切り離し作業が不要となる、よう、2両同時の昇降が可能となっている。車体の未昇降、台車を入れた状態での昇降を、両方に対応できる。 昇降装置を使用しない際は、床中に格納され、研修庫床面はフラットとなり、敷地の有効活用が図られている。敷地の制約から専用の車輪転作戦が確保できず、列車検査線と兼用になっている。また有効長が確保できないことから、重量編成の場合、4両と6両に分割して、転作を行う。その他、保線機材線が一線ある。 品川ふ頭分岐部信号場から分岐する入出庫線を使って電車の出入り区を行っている。国鉄時代の京葉貨物線計画の通り、東京貨物ターミナル駅と隣接しており、上り下り各2線を接続するだけで、すぐにでも列車の直通運転が可能である。また、東海道、山陽新幹線の車両基地が近くにある。その他に、まとなりに港が、 岡府東公園や、留置線隣の道路を南に進むと、環七通りと大田市場の裏手に突き当たる。ABCDEFGHIJKLM 日本、鉄道車両機械技術協会、ローリングストックマシーナリー2001年5月号国内、情報、東京臨海高速鉄道臨海副都心線2機の、部分開業50から 54P 記事、車両メンテナンス、 東日本テクノロジー、ありがとうございます。